ミスター効果でトラ狩りに成功した巨人が3日の阪神戦東京ドーム28対5で快勝球団創設90周年特別試合長嶋茂雄デーと題された伝統の一戦に姿を見せた長嶋茂雄終身名誉監督88に対し花を添える形で勝利をプレゼントした3月29日の開幕戦大阪神 に続いて本拠地に来場したレジェンドのオーラとインパクトにチームの面々は舞台裏で大きく心を奮い立たされていたようだ 首位阪神を相手に試合開始早々から猛烛を浴びせた、初回に坂本の先制的自打を含む打者一巡の猛攻で一挙4点を奪うと続く2回には岡本の5号ツーランが飛び出し、序盤だけで6得点、阪神打線の猛攻を受けて6回の時点で2点差にまで詰め寄られたが、8回には門脇が2点的自打を放って再びリードを拡大し、勝利を決定づけた。 午前試合での勝利に試合後の阿部監督も、もう今年始まってくらい、打線がつながったので、いい攻撃だったなと思います。結果的に今日勝てたので、素晴らしい一日になったなと思いますと満足げな表情を浮かべた。 大きく勇気づけられる場面もあった5回裏終了時に長嶋氏が球団 OB で自らのまな弟子である松井秀喜氏49イコールヤンキース GM 付き特別アドバイザーに寄り添われながらサプライズ登場スタンドから割れんばかりの長嶋コールが沸き起こると笑顔を浮かべながら左手を上げて答え最後は阪神ベンチにまで挨拶に出向く大ハッスルブリだった球団のメモリアルマッチとして長嶋茂雄で と銘打たれ、G のレジェンドが満を持してグラウンドに登場。試合途中でありながらも松井と共に現れた長島氏が東京ドーム全体を飲み込む格好となり、そのイニング間は両軍の選手たち、監督ら首脳陣を差し置いて完全に主役、野座を奪っていた。まるで五行が差し込むような長島氏の凄まじいオーラとインパクト。これにはチーム内からも、 グラウンドでは全方向のファンに向けて挨拶されていた。安部監督には直接劇を入れていましたし、最後に阪神ベンチにまで挨拶に行かれたときは、さすがにびっくりしましたね、と驚きの声が漏れていた。実際に言葉を交わした安部監督も、球場に来ると元気になるというのをお聞きしていたので、ミスター効果も、絶大にあったと思います、と感謝していた。 これで今季は長島市の来場試合で、いずれも阪神に2戦2勝。猛攻相手の首位攻防戦第1ラウンドを制し、その差を2ゲームとした。このまま一気に上昇気流へと乗りたいところ。